どうもこんにちは、ダルと申します。今日もよろしくお願いします。ポケットモンスタースカーレット実況プレイ始めていきたいと思います。さあ今回もねランクマッチの方やっていきたいと思います。一応ねこのマスターランクに上がれるまではこのパーティーちょっと統一で使っていきたいなって考えてるのでよろしくお願いします。あと2回くらい勝てればいいのかなと思ってんだけど、まあこっからだよね。ということで相手さんはこんな感じでございます。まあ一応ねこのコライドンめちゃくちゃ強く出れそうなと思ったので、まあ、いつもの並びプラスメタモン持ってきてるって感じです。メタモンでもあとはもうこのパオジアン来たり、黒馬バドレックスとか来ても対応できますよっていう感じにしてはあります。ヘビニラミとかしてくんのかな、何してくんだろう。リーフストームはあんまないとして起点作りなのかな、ここら辺って。ムーンフォー打ちますか。リフストなんだ、マジ。へえ。ガチか、得上がっちゃったわ。あーそうだな、これ今3段階上昇中でしょ、落とされるな落とされるな。追い風打つか。これテラス切ってさ、アンコールテラス切ってガムシャラ打って追い風して、ジャローダを早めに落としたい。あーどうすかな、これなめちゃくちゃ難しいな。これ落とせる範囲内に来たいから、いやここも追い風かな、追い風打っちゃいましょう。でワンチャン耐えれたら、あの次ガムシャラ打って退場させればいいんで。ヘビニラミ、ああ嫌なことしてくるな嫌なことしてくるな。ここでヘビニラミしてくるんだ。いやここ早めに退場してほしいから、ワンチャンアンコールとかでもいいのかな。いやーそれだと追い風の意味がなくなっちゃうんだよな。待てよ、ここアンコールできたとして、そっか追い風の方が先に切れるのか。じゃあ先アンコール打つか。 OK でムーンフォースでちょくちょく削りながら最後退場するときに追い風して退場する。 OKOK 大丈夫大丈夫、あとはしっかり動いてくれれば何ともはないと思う。回復されるのがちょっとムカつくけど、ここはムーンフォースいきます。そっかヘビにらみしてくるんだ。いやあと1回あるよね。でここで追い風が切れない、追い風あと1回アンコール1回、ああちょうどいいちょうどいい。ムーンフォース頼む、当てろ当てろ、動け。ああま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 あ、まあ、別にいい別にいい別にいい、次動いてくれれば OK だから頼むぜ。多分もうリフスト打ちたがってると思うから、追い風でここ追い風打ちます。オーケーライズ、そこ動いてくれるの優秀だね、リフスターだよねきっと。オッケーオッケー、よしよしよし、まあ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 全然大丈夫全然大丈夫。もう一回アンコールとかでもまあもう良かったよ良かった、だけどでそうなんだよね、次水テラスとか持ってた時嫌だから俺はここであえてメタモン出す。でもうヘビにらみでも何でもしてくださいと。こっちスカーフ持ってますから。でもこっちもねバフかけていきますよと。身代わり持ってんのリフスト、うわあいつ強い。待ってこれあれか、ちょっとバフもかかっちゃうのこれ。おい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 、嘘だろ、そういうことなのか。ちょっと待ってくれ、
そういうこと？え？俺メタモンの使用。うわあ！すげえ！そういうこと？あ、そこもコピーしちゃうの？お前バケモンじゃん！いやいや、強っ！何それ？バケモンやんけ、お前。つらら落とし。いや、いいよ。全然いいよ。で、追い風まだあと2ターンあるよね。まあ、1ターンだとしても。嘘。嘘。ここドラゴン、あ、ドラゴン入ってるから、ここテラス切った方がいいんだな。で、裏が炎に対して、あと何ターンある？あ、いったんかー。くっそ、ここは、うん、いいと思う。フレアドライブ。次フレアドライブにテラス切ってあげてもよかったかな。まあまあまあ、でも、すごい可能性えぐいな、マジで。追い風があと一旦残ってればなーってとこはあるんだけど、3回だけ早く動ける的な感じか。だだだ出すよね。耐えてくれー、頼む。早くはないからここ耐えてくれたら嬉しい。お願いだ。どうせアストラルビットだろ。でもえぐい火力なんだよな、それ。よっしゃー、頼む。はい、嬉しすぎる。耐えれるんだ。やっだぜー。いやー、ありがとう、ありがとう。マジ、天才かよ。オッケーオッケー。楽しいランクマ。オッケー。あと一回かなー。では、次の対戦までカットします。さあ、2戦目の方やっていきたいと思います。よし、頑張っていきましょう。またね、なんかちょっと複雑な、何これ、海流か、パーティーだったんで、あー、これなー、あの、ワイド、あ、さすがにないか。でも、ダブルウィングとかされた時がすげえめんどくさいんだけど、まあまあ、まあ、ないと思うんだよなー。だから、ムーンフォースで削っちゃえ作戦でいい気がする。渦炎の、マジ？やっとんね。はい、ブルフォース。よいしょ。何？嘘だ。炎の渦。で？アンコール？アンコールしちゃうのそれ？そっか。でもアンコールさせたいよな。いや、でも追い風が打てなくなるのはちょっと無理だから、アンコール打たせてがむしゃらやって追い風して退場ありだと思います。ここアンコール OK。 なになに、追い風、違う、アンコール炎の渦海流って言いたかったわけ。さすがにこっち先よ。 OKOK、 でかいでかい。まあ、がむしゃらでね、ひたすら削れますんで、こっちは。どうしようかね。ここムーンフォースバチコリ抜いてって。さあ、どうする。多分変えたいよね、ここ。まさかアンコールをしてくるなんてと。そんな顔で迷ってますね。お、マルスケ剥がしたまんまやっちゃうんですね。何これ、ん、新ツバとも。あらりゃ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 、そういう感じか。古代活性ブーストエナジー素早さか。
そうそうそう。いえ。オッケー、ナイス特攻下がりでか。まあ、殺したいよね。俺のこと殺したいよね。うん、じゃあ追い風打って退場させます。おりゃー、追い風マジカルフライム、オッケー。さあここからなんだけど、先に羽ばたく髪をどつき回したいでしょ。コライドンから出ると帰りを落とせなくなっちゃうっていう危険性も泣きにしもあらずんば先生だから、一旦こっちかな。羽ばたく髪で、そうだな、シャドーボール投げた時にギラティナだったらでかい。でもギラティナ投げてくるかな。結構そのアンコール海流に対してギラティナって結構耐久寄りじゃなくて、あれわかんないけど、ここはムーンフォース一択だと思います。いけ、こっちも耐えれると思うから、あっち素早さだからね。オッケー、でかい、うわ強っ強っ強っ。さあ迷ってんじゃないのそれ。何それ、伝説的スター、わあ、それできたか。あ、でも効果抜群だ。何テラスで来んのかな。さすがにムーンフォー、まあ、ムーンフォーかな、駆け打ち。うわ、ナイス神、はい、危ねえ、怖えよ。てかギラティナの色違いかっこよ欲しい。そうかそうか、まあ、ここムーンフォースにしといたおかげでが良かったですね。神速も入んないし、あ、いナイス、やったぜ。よし、これでマスターボール級に行けば今日俺は動画終われるぞ。さあちょっとみんなで見ましょう、マスターボール級に行けたかどうか。今月めちゃくちゃ調子いいわ。ちょっとみんなで見ようぜ、どうなんだいて。やめる。さあ、あと1回あと1回かー、くっそ。では今回ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。